踏まえたら今度じゃあ広げていくやん逆に。ほんならどこに守ったらええのかっていうとなんとなくこういう感じが良さそうになる。ここが真ん中の人でここがこの人がこういくのが良さそうになってる。でこの下の2人がこういくのが良さそうになる。というのが大体普通のオーソドックスなあのゾーンディフェンスの場所の付き方というか分かる。でところがな、そういうのもあるし、あのどこから始まるかっていうことを考えてみるか、ディフェンスが。だから、オフェンスしてるやん、こっちに攻めてるわけでしょ。だから、大体センターの人って、リング近くにおるやんか。で、今の守り方で言ったら、この人たちがここからここまで帰ってこなあかんわけだから、これ長いなって言うんだ。ほんなら、もう、このセンターの人たちが逆にこのまま、フォワードとかの人たちがこのままついて、ガード陣はどうせセンターで行かれるから、うん、大きい3人がここ当たれっていうのもある。で、どうせローテーションするやん、なんか、こんなもん、どっかにパス回ったりするから、で、ここで挟む。で、こうなる。これ、ガード陣な、一番2番。で、回っていったら、なんとなく、こう、ローテーション、ガチャガチャが回って、で結果的にこう、センターが下がって、なんか回ってきたらうまいことセンターが下に行ってるっていうような守り方をするケースもある。でもセンターはあんまりここ挟むのうまくなかったりするから、もうとりあえず帰れっていう方がええかな。ほんならこっちへ行くか、悲壮本能の方に行くわ。ここの人が一番前やったりで、帰った時にワンツーツーで考えると、ここの人がそのままこうなったりで、センターのここの人がそのままこうなる。そうするか。だからそれでちょっと練習しようか。